この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。はーい、本日もお疲れ様でした。やがて一日が終わる。ふう、肩が重い。どうした、死神にでも取り憑かれた？そのレベルならもう肩とか気にならんわ。なんか今日妙に視線を感じるような。今日どこ行く？仲のいいメンバーで帰る。とりあえず言えることは、お腹すいた。飯でも行く？いやもう無理、我慢できない。5倍でパン買ってくる。お金がない。忙しいやつだ。財布持ってこなかったのか？スマホは持ってきたんだけど。ああ、小銭がないやつな。わかるわかる、俺も前にやった。なんかみんながニヤニヤしてる。どういうこと？お金、スマホには入ってるからそれでいいかって思ったんだけど。うちの購買はまだ現金オンリーだろ、それでハマるの。ああ、なるほど。見かげ、両替して両替。はいはい、俺もスマホを出した。 F コインでいいよな。ああ、つか個人でトレードできるやつは F コインしかやってない。そんなに？今の子たち法律大丈夫か？スマホを合わせる。 F コイン、仮想通貨ってやつだ。それが500円分俺の方へ移る。じゃあほい、500円。サンキュー、パン買ってくる。慌ただしくかけていく小十郎。電子マネーってのも時々不便だな。何年か前から政府単位で流行らそうとしている電子マネー。この手に金がなくても、金ってものの価値をそのまま使うことができる便利な機能だ。便利ではあるが時々落とし穴がある。まあ技術革新ってのは慣れるまで時間がかかるもんさ。達観しとる。大人でもようそんな言葉出んぞ。おいモブモブ、お前大人でもそんな言葉出んぞ。大人は文句ばっかり言うからな。購買がさっさと入れてくれりゃいいんだけどな、電子決済。そうそうだよ B、 お前みたいなことを言うんだよ。子供は大人も。うちの学園はこういうとこ遅いんだよな。俺は購買あまり、俺が購買あんまり使わないので知らないが、購買は現金しか受け付けてない。最近じゃあコンビニでも何でも大抵一つは電子マネーで処理できるのにな。何か問題でもあるのかね。やっぱ手数料が気になるんじゃね。うちの購買食べ物系全部安いし。ああ。でも F コインって手数料取らないんだろ？そうなん？開発者の意向で取らないんだってさ。ええ、仮想通貨としての F コインそのものは手数料なしでも、それを電子マネーとして使うのには間のサービス業者が入るから、そこが持ってくんだよ。かあ、めんどくせえな。手数料か。別に便利なものを使うなら多少は払ってもいいけど、そのためにコストが増えるってのも本末転倒だよな。ただいま。おかえり。パン買ったんじゃないのか？買ったよ、もう食べた。エア食いは良くないぞ。外へ。さてじゃあ。はい。はい小十郎、今日行くところを提案したいです。小十郎が言うってことはまたジム？見かけが疲れてるみたいだから、今日はリフレッシュできるとこがいいと思うんだよね。ほう。ああ、ジムって言うな、こりゃ。リフレッシュするのにちょうどいいところ。どこだと思う？ジムだろ？ジムを提案します。はい、と大きく手を挙げる小十郎。元気なことはいいことだ。でも却下。ジムはいいぞ、一緒に汗を流そう。悩みも全部流れてさっぱりだ。
いいかねえつってんだろ。小十郎はほんとマッスル進歩をしてるよな。最近もうずっとジム行こうジム行こう言ってる。みんなもどうだ行かないか。今なら無料体験会もやってるぜ。行かない。何年か前に筋トレアニメが流行った時、気の迷いで鍛えれば俺もモテるんじゃって思って挫折済みだよ。こっちは楽しいのに。筋肉のないやつだ。小学生メンタルなせいで常に体を動かしていたいようなようだが、その情熱が今はジムに注がれているらしい。体を動かしたいなら部活でもやれよ。確かに部活はな、自由がないからこっちはリフレッシュしたくてやってるわけだし。男のリフレッシュならもっと簡単なのがあるだろ。そうそう、男のヒーリングスポットことエロい店行って使用済みパンティーを眺めるとか。すげえ不敬人だけど同感。男のヒーリングスポットならエロい店もいいけど、それより駅前の大階段の下でチラリ期待して張り込む方がよくね。それは犯罪っぽい。だからいいんだろ。だいたいなんだよ使用済みパンティーって。使用中チラリの方が100倍いいじゃん。いやいや、それはギャンブルが過ぎる。人間手堅く生きなきゃ。絶対チラリの方がいいって。絶対使用済みだね。やっぱこの、やっぱそうだよな。でも否定はできんけどさ、学生って本当にもう頭の9割9分9厘はエロで支配されてるからさ、その男の会話って本当にこんな感じなんだよな。マジでマジで誇張抜きでこんな感じなんだよな。見かけどっち？知るか。こっちの話題にも加わりたくなくなってきた。もうちょっとやな。でもあれだね、なんかその作品のイメージっていうのをそのあるからさ、作品のイメージっていうのがあるから、やっぱそのなんて言えばいいんだろうな、あのテキストが硬いよね。フォントが硬いじゃなくて、そのテキストのな書き方内容すごい硬いよね。うん、でもなんだろう、ふわふわな、なんかなんて言えばいいんだろうな、掛け合いとかも結構硬いねか、話人の掛け合いとかも硬いねか。その代わりその作品の骨組みはしっかりしとるんやろうなって なんとなくわかるわ。うん、本当にジム行かない？リフレッシュはしたいところだが、瞬間表示でも全然いいな。そもそも俺この後用事があるんだわ。どこに行くって自体、どこに行くって話自体乗る気がない。ああそうなんだ。最近付き合い悪くね。もう2週間くらい放課後はしれっと帰っちゃうけど。ああだな。ま俺にも言えない用事があるのさ。寂しいわ。いつか見かけの全部を私にも見せてね。バイトかな。さあどうかな。離れる。俺は履かれてるパンティーが好きで、お前は履かれたパンティーが好き。そこに何の違いもありゃしねえだろ。いやあるだろ。違うのだ。違うのだ。じゃあな。おい。俺は一人キロに着く。お願いします。はい。ちょっと遅れがちかな。怪し気味に家に戻る。戻ったら速攻で服を着替えた。上はシャツで、下は中学の頃のジャージ。つまり汚れてもいい格好。で、すぐに U ターン。ここまで戻る。5時ちょっと過ぎ。いい時間だ。大将、テレビ塔前で発見しました。工事看板の中へ入ります。じゃあす。おう、お疲れさん。そういうことか。今日もよろしくお願いします。現場へ着いたら俺用のつなぎを着ていく。ヘルメットに安全帯も。小十郎曰くもう2週間だっけ、このバイトを見つけてから。さすがにもう慣れたものだ。
テレビ塔の工事のアルバイト？そのようです。昨夜あんな場所にいた理由は一番シンプルなもののようですね。あれだな、ちょっと本棚のあのきしみ具合がちょっとリアルでおもろいな。バイトしてたんだミカチ。バイト、まあ昨日あそこにいた理由として一番に考えた可能性だけど。けど夜中におらんやろ、夜中10時やぞ。高所作業で公共事業、学生が取れる仕事じゃないわよね。確かに。はい、そもそも現場作業を受注した会社はアルバイトを募集しておりません。がしかし公共事業であるがゆえというやつです。なるほど。どういうこと？アリセ、お前んちの問題やねんよそれ。テレビ塔の老朽化による修復作業は公共事業、つまり市が行っている工事です。つまり非常にルールが厳格となる。夜間作業は禁止、残業も推奨せず、かつ最小限の出費で、加えて納期が厳しいですから現場の人間としては多少のルール破りは必要になる。口の堅い人間なら非正規の人間でも借り出して夜間でも危険な高所で作業を進めるくらいに。はい。うわ、お前んちの問題やんけアリセ。回答なんかやっとらんと。お前その市役所、市長や市長。回答なんかやっとらんと市長に訴えかけろ。まあ、もちろん監督。うわっ、おい、安全帯はどこへ行った？命綱をつけろ、命綱を。表、大の男一人を捕まえた手にちぎれそうな重みがかかる。何やってんすか監督、俺でなきゃ一緒に落ちてやぞ。おお、見かけ助かった。なんとかバランスを戻して、足場の金網にへばりつく監督。俺は手を離す。いつも安全管理が一、じゃあいつも安全管理がとかうるさいくせに自分が落ちそうになってどうするんですか。いやその後になってここ地上30メートルから落ちそうになった恐怖が来たんだろう。座り込んでしまう。ビビった。あ、命綱ちゃんとついてるよな。ついてるけど落ちたら大変ですよ。そやな、上がってこなあかんからな。背中につけているロープとカラビナを確認する監督。命綱があるから落ちてもひどい鞭打ち程度ではあるが、それでも抱えた荷物を落とすことになるから下がひどいことになる。最悪この現場が一時作業中止とかにされる。これは俺が運んどきますから休んでてください。おお、重いぞ。おお、工具箱を受け取る俺。確かに重いな、よろめくのもわかる。まあいい、行こう。お前そんなやつなんか。だからこそ怪盗に見染められたっていう話。上の階へ運ぶ。すげえなあいつ、あんな重いもの持って全くバランス崩さずに。それ以前に片手で親方のことを支えてましたよ。親方今体重何キロだっけ。いや高いところも怖がらないしよく働くし。ネズミ影いい広いもんだったぜ。学校出てたらすぐ雇うんだけどな。なんでそんな危ないバイトしてるのかしら。彼そんなにお金に困ってるとか。申し訳ありません、まだそこまでは。調べておいてちょうだい。にしても非正規でか、悪いことしたかしら。えっと、ああ、父。どうかしました？一作業を終えて降りてくると監督がうなっていた。やっぱこれ筋いってますよ監督。
病院行った方がいいですって。行ってけど病院はな。さっきので痛めたんすか。結構強みにガッといったからね。てか体重差的に見かけの方がダメージ大きいはずだけど、お前は平気なのか。俺は全然です。若いって羨ましいを通り越して別の生き物だな。って見かけ悪いんだけど、この人病院まで頼むわ。俺は監督の家から保険証とか取ってくるから。はあ、わかりました。仕事の途中だが別の要件が入ったようだ。俺はここでは一番下っ端なので、こういう雑務を真っ先に回る。行きますか監督。医者はな、医者な。なんでそんな嫌がるんですか。酒とタバコ大好きな大人はみんな医者が嫌いなのさ。大人になればわかるよ。無理やり連れてってくれ。怪我人にいられても迷惑だから。ういっす。近くでタクシーを拾い、監督と一緒に病院へ。じゃあよろしくお願いします。はい、こちらへどうぞ。注射とかいらないですからね。痛いとこ調べるだけでいいですからね。はいはい。それで保険証は。今別の人が取りに行っていて。そうですか。じゃあ来たらそこのフロントにお願いします。はい。駅前の病院に監督は収容完了。これで俺は帰っていいはずだが、でも保険証が届くまではいなきゃな。ちょっと暇な時間ができる。病院か、静かだ。札幌総合病院、この町で一番大きい、つまり北海道で一番大きい病院。初めて入った。俺は健康有料児だし、医者が必要な時もこんな大きなところには来ない。まあそもそもうちは。ん？おお。なんだこれ。病院の中だよな。内部にでかい公園がある。リハビリ施設ってやつか？すげえな、すげえな、でかい病院って。公園のようでありつつ、景観とかよりも実用性重視で、自販機とかもちょいちょい置いてあるし。いいな、これ。住みたいレベルだぞ、こんなとこなら。とか思うのは、さすがに不謹慎だろうか。でもいい感じ。ちょっと見させてもらおう。この時間帯はもう就寝時間のようで誰もいないし。お久しぶりです兄さん。意外とお元気そうで。お？元気そうに見えるか坊主。ただの挨拶ですよ。足からす。誰か話してる。男は二人、結構なじいさんと四五十くらいのおっさんだ。ここの患者だろうか。私もまだまだ若い気じゃいるんだが、長距離の移動が億劫になるのには年齢を感じますよ。そうか、あのひよこがそれじゃ俺も年を取るわけだ。とはいえまだまだひよっこに見えるから、お前さんを見ても年のことはどうも意識できんのだよ。やり合ってるな。静かだけど喧嘩してる。こうなるとゲスな話だが、興味が湧くのが人情ってものだ。取っ組み合いにあったら止めなきゃだしな。様子を見る。どうも歓迎されていないようだから早速要件に入るが、何が言いたいかは当然分かっちゃいますよね。分かってるとも。お前さんが俺に会いに来るときはいつも同じことを言う。なら話が早い。例のものを渡してください。あなたにはもう必要のないものでしょう。俺はお前さんが何を言うか分かってたのに、お前さんは俺がそう言われてどう言うかも分からんか。返事はいつも同じだったろう。
分かっちゃいますよ。これもいつものこと。だがもう意地を張らなくてもいいじゃないですか。あなたにはもう必要のないものでしょう。ふん。いつまで幻想にこだわってるんですか。その年になっても世界がおとぎ話でできてるだなんて思ってるわけじゃないでしょう。現実ってやつを分かってるでしょう。より大きな金をつかんだ人間だけが真実だって分かってるはずでしょう。何の話かは分からないが、でかい金の話をしてそうなのは分かった。なあ坊主よ、いくつになっても分からねえなお前さんは。それこそが人類の見てる最大の幻想だろうがよ。うん。世界はおとぎ話だよ。てめえも含めてどいつもこいつも幻想に踊らされ幻想の世界を生きている。偽物の世界を生きている。そりゃ悪いことじゃねえさ。真実ってやつは痛くこの手には掴みづらいからな。掴んでても気づけない。いつの間にか取り逃がしちまう。それが俺の人生のほとんどだった。だから俺はそのおとぎ話を少しだけ平等になるよう書き直しただけ。それ以上何を望むってんだ。書き直せるだけのあなたの能力に叱るべき対価が支払われることですよ。そいつが必要ねえんだって。ミハイル・エンデは知ってるか。誰です。ドイツの文筆家だ。児童文学が中心だが、なかなかいいもんを書く。一度読んでくるといいぜ。今お前さんがしようとしていることがどんなことか、児童でなきゃわかるだろう。お前さんがしたいことは、泥棒だってわかるはずさ。まあ、息子をあんな風に育てちまった俺が言うこっちゃねえけどよ。お前さんもそろそろ大人になれ。息子に何も残してやれなかった俺の唯一できる忠告だ。話は終わりか。俺はもう行くぞ。あまり部屋を抜けてるとまた不調に叱られる。チッ、俺は諦めんぞ兄さん。そもそもあれはあんただけのものじゃない。姉さんと二人で作り上げたもののはずだ。姉さんが亡くなった以上あんたが独占するなんておかしいじゃないか。弟の俺にも権利はあるはずじゃないか。いつまでも俺の姉さんを奪って亡くなった後も独占しやがって、いつまでも姉さんを、いつまでも。そりゃ権利はあるよ。だからもう20年も前に教えたはずだぜ。あの幻想の基盤は、お前さんが欲しがっているものはアイヌの子守歌だと。じいさんの方が、立ち去っていった。諦めんぞ。絶対に俺のものにしてやる。何が子守歌だ。さっさと目を覚まさせてやる。無限に金の卵を産む鶏で目を覚まさせてやる。盗んでても。もう片方も逆方向へ。こっちは外へ出ていくみたいだな。今のは聞かない方が良かったかな。こら、いや、ビビった。こんなところで何してますの。消灯の時間はとっくに過ぎましてよ。えらいなんか可愛い子が来たぜ。特に大人同士のお話を盗み聞きなんて。すみません。あら、立ち上がる俺と、いきなり後ろに現れた彼女はキョトンとして、大きいですわね。俺を見上げてきた。小児病棟の子ではない。そこまで子供じゃないです。あらあらあら、ごめんなさい。隠れるようにしていらしたので
私ったら、てっきりまた小児病棟の子たちかと。照れた風に言う彼女。まあもう暗いし、パッと見て子供と、パッと見て子供と見間違えたのも仕方ないだろう。何せ身長の縮尺とか彼女には分かりづらいだろうし、ずっと座っているだろう彼女には。失礼しましたわ。キコキコと車椅子を鳴らして、少し下がる彼女。車椅子だ。病院の中なら珍しくはないだろうけど、この若さで車椅子。おっぱいでか。一番でかいんじゃね？先生くらいでかいやん。それであなたは？外来は終わっている時間ですが。知り合いが救急で、俺は、付き添いです。そうですの。ではご存じないでしょうが、この中庭は今のお時間使用禁止ですわ。ああそうなんすか、すいませんと言いつつ私も入っちゃってますけど。いたずらっぽくウインクする彼女。かわいい。とにかく出た方がよろしいですわね。あ、でもちょっと待って。先に中へ入っていく彼女。おじさま、そっちはダメですわ。ん？おお、アテナの嬢ちゃん。抜け出したの、もう不調にバレてる？バレてますわ。さっきから怒って探してましたよ。やーべえ、明日のご飯にまたピーマン増やされちまう。一緒に参りますわ。私と観覧していたということにすればワンチャンでしょう。頼む、怖いんだよあの不調。二人入院病棟の方へ引っ込んでいく。途中彼女がチラリとこっちを向いてまたパチリとウインクした。ふう、俺も中に戻る。あのじいさんに盗み聞きしてたのはバレなかったようだ。助けられたな、あの車椅子の美人さんに。おい見かけ。あ、はい。そこで知り合いと合流する。どこ行ってたんだ？ちょっと探検に。監督は？どこも異常なし。チップ貼ってもらって終わり。戻りますか。現場に戻った。1時間近く抜けたので、戻る頃にはもうみんな片付けを始めている。今日はここまでだな。お疲れみんな。えーっす。片付け俺がやっときますよ。頼ま。あー、まだ肘が痛え。みんなが次々と上がっていく中、俺は片付け。あー、だからか。下っ端だからな、ここら辺は仕方ない。使った道具を戻したり、みんなの作業着を水洗いして干しておいたりと。そういや病院で聞いたけど、昨日この辺り騒ぎになってたんだって？みたいっすね。ダイヤがばらまかれて一時騒然としたとか。ダイヤか、ばらまくならゲンナマにしてほしいよな。なんか話し始めた。こういう現場だと、作業後もダラダラしていく人間は結構多い。危なかったっすね。あと1時間早かったら俺たちアウトでしたよだな。この時間まで残業しているのがバレたら、労基法とかどうとかの、どうとかで問題になるからな。でもちょっと残りたかったかも。なんでもあのミスアルデちゃんが現れたんだそうで。おお、あのべっぴんさんで噂の。みんなも知ってるのな、そいつ。現場監督でも知っとるってすごいな。俺、情報遅い？残るといえば、見かけ、昨日も最後はお前だったよな。なんか見たか？騒ぎになってるな、くらいは。アルテちゃんは見れなかったか。残念。目の前で見ました。って言うと、いろいろ聞かれて面倒になりそうだし、ごまかす。そうだ。見かけ、ちょっと。ういっす。
思い出したって感じに監督に呼ばれる。近寄ってくるとみんなには見えない角度で封筒を一枚渡してくれた。どうも。いつもありがとうな。日当か。いえ、コツコツと助かってます。中には千円札が数枚、約束より2000円くらい多いっすけど。病院の付き添いありがとうさんの分の小遣いだ、持っとけ。どうも。助かる。給料ちょっと色をつけてもらった。これは本当に好意ってやつだ。これは給料ではなく小遣いだからな。この現場で働いていることは否定しないが、俺は今厳密にはアルバイトはしていない。偶然この場にいただけである。そして俺がいたことで不思議と工事用のついたての奥では仕事がはかどり、俺は特に理由もないが監督のご好意でお小遣いがもらえる。それが俺がここにいるシステム。契約書はおろか労働の約束すらない。だから俺はちゃんと働くし、監督もちゃんと給金を払う。あだ、配当が出たとなると警察大丈夫すかね。おまわりは平気だろうが、上がどう言ってくるかだな。黙認してくれるといいんだが。言うまでもなく違法である。工事の雇い主である行政にバレたら会社全体の問題になるし、俺もただじゃ済むまい。でそれでもこんな汗臭い現場にスーツで働く人間は目を向けないものだが。何せ昨日はスーツの人間も思わず目を向く華やかな怪盗さんが現れてしまった。明日からはどうなるかな。お前には本当できるだけいてほしいんだが、こっちも会社の都合がな。もちろんです。うるさく言われそうならすぐに切ってください。悪いな。あくまで通りすがりの俺と小遣いを渡した監督だ。もし文句を言う人間が来たら全力で無関係だと言い張るべきだ。俺にとっては苦しいとこだけどな。市の連中もここの工事にはメンツやら諸々が関わってるそうでよ。何せあの有瀬家からの提案で始めた補修工事だし。有瀬家と失礼、いきなり知ってるやつの名前が出てくる。有瀬家って市長さん、市長さんですっけ。ああ、今は市長も有瀬の人だっけ。県警の本部長もテレビ局の頭取も、ここのゼネコンなんて管理してる7割に有瀬家の息がかかってるから、いろいろごっちゃですよね。うまいね。なぬ、ま、市全体が気を使う一族ってこった。敵に回すことがありそうなら諦めてくれ。うっす。仕事を終えて家へ。ふう、疲れた。体力はある方だけど、さすがに学校終わりに肉体労働がっつり5時間はきつい。でもこうでもしなきゃ金が稼げない。食費をはじめとする生活費は市が出してくれるけど、そんなものは最低限。もっと大きな金が必要となったら働かなきゃ。多少イリーガルでもな。だから明日までにまとめとけって。明日来る営業の人、有瀬家の息がかかってるんだよ。もしうちの商品が売り込めたら、それこそうちが有瀬の取引先になれるんだぞ。あ？南国の商談なんてもんじゃねえよ。会社の格が変わるわ。有瀬家、有瀬家の人間ならこんな苦労しないんだろう。地道に金稼ぎとか、ましてや違法なことなんて、違法なことなんて、やれやれ。すでにこれ現場で働かせとるってことがもはや違法なんだよな。ラーメンでも食べて帰るか。着きましたよ。あら、
えらい、えらいべっぴんさんやぜ。着物エッチ、おっぱいクソでけえ、なにこれ。はい、この子がおるってことは忍者のママなんか、忍者ママか、でっか。浮かない顔ですね。一人暮らしはまだ慣れませんか。いえ、そんなことは。サスケもいてくれますし、寂しくはないです、背筋を正しなさい。これは慶眼を養うための重要な段階です。あなたは石川家を継ぐものであることを忘れぬよう。はい、お母様。石川ってことは五右衛門か。浜の政子は作るとも、世に盗人の種はつきまじ。石川家に生まれたからには、まさに浜の政子一粒一粒を見抜く慶眼がなくばなりません。家を出た程度のことで背を曲げてはなりませんよ。はい。次までには直しておきなさい。はい、おやすみなさい、お母様。また叱られちゃった。ううん、私の責任です。私がいつまでもおどおどしてるから。いい加減一人暮らしにもなれないと。ああ、お隣さん。そうだ、一人暮らし、せめてお隣さんとくらい仲良くならなくちゃ。こんばんは。え、無視した。ぼんやりしたまま戻る。途中誰かに声かけられたっけ。よく覚えてないな。かわいそう。どんまいでござる、八重殿。はあ、疲れがメンタルまで来てるな。こんな日は一人暮らしだとつらい。15歳までは毎日騒々しい家で育ったから、一人暮らしの静けさは未だになれない。家、いや、もうみんな寝てる時間か。あそこのために必死こいて働いているのに、俺が騒ぎの種になっちゃダメだわな。あそこだけは俺が寝た。